1737年頃の肖像画初代、タルボット男爵、チャールズ・タルボット1737年2月14日は、グレートブリテン王国の法律家、政治家。1733年から1737年まで、大法官を務めた。ダラム主教王、ウィリアム・タルボットとキャサリン・キングの長男として、チッペナムで生まれ、1685年12月22日に、 洗令を受けた。1700年頃にイートンカレッジで教育を受けた後、1702年3月25日に、オックスフォード大学、オリオルカレッジに入学、1704年10月12日に BA の学位を習得した。同年にオールソウルズカレッジのフェローに選出され、1707年6月28日に、インナーテンプルに入学。 1711年2月11日に弁護士、資格免許を得た。その後、1714年4月26日に LLB の学位を習得した。1717 17年5月31日に大大使、ジョージの法務次官に任命され、1719年1月31日に林間放送委員入りを果たし、1726年5月6日には、 インナーテンプルとリンカーン放送員の評議員に選出された。1720年3月15日の補欠選挙で当選してトレゴニー選挙区の庶民議員になり、1722年イギリス総選挙でシティオブ・ダラム選挙区に倶り替えした後、以降助舎まで同選挙区の議員を務めた。1722年の総選挙の後、議会が10月9日に開会すると、 タルボットは、王太子、ジョージの長身スペンサー・コンプトンの庶民員、議長選出を支持した。1726年4月23日にイングランド、及びウェールズ法務次官に任命され、1727年に王太子ジョージが、ジョージ二世として国王に即位した時も続投した。法務次官の在任中、タルボットはイングランドよび、 ウェールズホーム総裁のフィリップ・ヨークと共に、トマス・バンブリッジの卒業を進め、議会では1729年2月に、ヘッセン傭兵の維持を弁護、1733年3月に、ロバート・ウォルポールの消費税法案を指示した。また、1729年には、ヨークと共に、奴隷制度に関する意見書を提出、奴隷制度が適法であるとした。 この意見書は長らく放送会の参考文献とされたが、マンスフィールド男爵のサマセットイ・スチュアートでの判決で覆された。1730年10月10日、父、ウィリアム・タルボットが死去した。1733年に行動法院主席判事、レーモンド男爵が死去、大法官キング男爵が辞任すると、ヨークとタルボットが二人の公認となることは順当だったが、 タルボットがコモンローについては無知のため、タルボットが大法官に任命され、ヨークがより会の高等法院主席判事に任命された。そして、ヨークをなだめるために、彼の法級が毎年3000ポンドから4000ポンドに引き上げられ、さらにタルボットが法級から1000ポンド拒出して、ヨークに与えることとなった。大法官任命と同日、タルボットは、 数密顧問官に任命され、12月5日には、ヘンソルのタルボット男爵に除された。爵位名の、ヘンソルは、結婚で得たグラモーガンのヘンソルに由来する。1734年1月17日、タルボットは、正式に貴族院議員に就任した。裁判年の闘病生活では、国王夫婦から、毎日病状を聞かれたという。そして、 1737年2月14日、タルボットはリンカーンズ・イン・フィールズの自宅で死去した。長男ウィリアムが爵位を継承した。同時代の人々からは祭人と評価され、ジョセフ・バトラーは著作の自然宗教と刑事宗教のアナロジーをタルボットに検定した。また、詩人ジェームズ・トムソンのパトロンだったという。ハービー男爵は、ヨークとタルボットを一人は無限の知識を有し、 もう一人は無限の創意を有したと高く評価した。1708年6月、セシル・マシューズと結婚ご名を設けた。ありがとうございます。